劇団ひとりが12日放送の日本テレビ系しゃべくり7に出演。祝芸能生活30周年劇団ひとり感動の再会スペシャルと題され、これまでの芸歴を振り返った。ひとりは1994年にコンビスープレックスでデビュー。当時コンビサル岩石として活動していた有吉弘行は同期で、日本テレビ系の大人気バラエティすすめ、電波少年でユーラシア大陸横断ヒッチハイク旅で大ブレイクした。ひとりは実はサル岩石が盛り上がった後、行くと決まっていたのは僕と驚きの過去を明かした。人気を博したヒッチハイク旅はユーラシア大陸編の後、南北アメリカ大陸縦断編が放送され、お笑いコンビドロンズが挑戦した。実はオーディションで内定していたのはスープレックスだったが、 MC の松村邦弘が番組側ともめて途中降板する事態に。同じ太田プロ所属だったことから話がポシャった。それでドロンズが行くことになった。内定は入っていたというブレイクのチャンスを失った形のスープレックスは結果的に2005年に解散。 MC の上田晋也に松村さんを恨んだだろうと振られると本当にぶん殴りたかったと話していた。